こんにちは、司会のマリサだぜ。アシスタントの霊夢です。このチャンネルにお越しいただきありがとうございます。今回紹介する武将は、溢れる才能を持ちながら運に恵まれなかった武将、名門会武田家最後の当主、武田勝頼だぜ。霊夢は武田勝頼についてどんな印象を持っているかね。名門武田をぶっ潰したダメな後取りって感じね。はあ、何よ、ムカつくわね。家をぶっ潰したのは間違いないが、それだけで勝頼の器量を決めるのは浅はかだな。ではまずこの話をしておこう。霊夢が休暇中に滞在先の宿でゆっくり温泉に浸かってたとする。そこに急に知り合いが現れて、どうしても相談したいことがあるから聞いてくれと言ってきた。さて、どうするかね。おととい来やがれって感じよね。まあ、普通ならそうだろうな。勝頼は温泉から上がって身なりを整えた後、きちんと話を聞いてあげたそうだぜ。なんというか見たよう。負けたわ。そんでもってこれが先代の信玄存命時の武田家の最大領土だぜ。元は甲斐一国からここまで拡張。さすが信玄ね。で、これが勝頼の代での武田の最大領土だぜ。あれ？こっちのが広い。そうなのだぜ。武田は信玄の代ではなく、勝頼の代で最盛期を迎えるのだぜ。ちなみにここまで領土が拡張したのは長篠の戦いの約7年後のことだぜ。あれ？長篠の戦いでボロ負けして武田は滅亡に向かうんじゃないの？それについては後から話していくぜ。とにかく勝頼は決して安愚な武将ではなかったということだぜ。研究者によれば、もしかしたら徳川家康よりも有能だったんじゃないかっていう話もあるくらいだぜ。本当にそこまで優秀な当主だったとしたら、どうして武田家は滅んでしまったのかしら。それはまあ、いろいろと運が悪かったのだぜ。今回はそんな武田勝頼を彼のついてないポイントとともに解説していくぜ。ぜひ聞きたいわ。始めていきましょう。では早速始めていくぜ。武田勝頼は1546年にご存知武田信玄の四男として生まれるぜ。この生まれがついてないポイントその1だぜ。はぁ、何言ってんの。信玄の息子って段階で、ハイパイから100万天杯の人生勝ち組スタート確定でしょうが。現代の感覚だとそうかもしれないが、そんな単純な話ではないのだぜ。問題は勝頼の母親の出自だぜ。勝頼の母親は諏訪御用人という女性でな。信玄の父親の代から争っている諏訪家の出身なのだぜ。その諏訪家は信玄の謀略によって滅ぼされるぜ。その後残された諏訪の姫であった諏訪御用人は、信玄に見初められ側室に迎えられるのだぜ。勝頼のお母さんは仇の家に嫁ぐことになったのね。しかも正室でなく側室として。戦国時代では滅ぼした家の娘を側室として迎えるってのはよくあったことなのだぜ。しかも勝頼が生まれた時はすでに信玄と正室との間に長男の慶喜が生まれているぜ。原則として家督は正室との間に生まれた子供が継ぐことになるので、この時点で勝頼には武田家の家督を継ぐ可能性はほぼないぜ。なるほど。本来は家督を継ぐはずはなかった人なのね。しかも先代からの旧敵の娘との間に生まれた子。そうなのだぜ。まずこのことを押さえていてほしいぜ。こんな感じの生まれの勝頼なのだが、生まれた時から本人の関係ないところでごたごたが発生するぜ。まだ生まれたとこよね。何があったのよ。勝頼が生まれたことによって信玄は諏訪家を勝頼に継がせようとするぜ。諏訪家を完全に自分の統制下に置こうとしたのね。ちなみにだが、信玄の謀略によって諏訪家を裏切った家臣たちは、後継ぎには当時の諏訪家当主の頼重の嫡男を据えるとの条件で信玄に寝返ったのだぜ。あれ？その約束はどうなるの？信玄はそんな話してましたっけ？的な態度であっさり保護にしてしまうぜ。信玄って老怪ね。そんなわけで諏訪頼重の嫡男は拝借されてしまうぜ。諏訪の衆たちはめっちゃ怒ったんじゃないの？その辺の感情を信玄も汲んだのか、17歳に成長した勝頼が継いだのは、諏訪宗陵家ではなく分家である高藤家の跡目だったぜ。こうして勝頼は高藤城主に就任、諏訪勝頼と称するようになるぜ。諏訪姓を名乗ってはいるが、勝頼が統治していた領土は高藤と箕輪で諏訪は含まれてなかったそうだぜ。武田家目線から見ても諏訪家目線から見ても、なんか中途半端な感じがするわね。そうなんだぜ。これがついてないポイントその2だぜ。勝頼はこのまま行けば高藤の地で武田一門衆の一人、諏訪勝頼として生きていくはずだったのだぜ。まあ、それはそれでありよね。しかしこの後、武田家と勝頼の命運を一変させる大事件が起こってしまうぜ。一体何が起こったのかしら。武田家の嫡男、慶喜が信玄に対して謀反を企てるぜ。なんと、原因は信玄が慶喜の正室の実家である今川家を攻めようとしたからだぜ。それはまあ、慶喜は怒って当然よね。当時の今川家は先代の義元が桶狭間の戦いで討ち取られ、嫡男の氏真が後を継いでいたのだぜ。その桶狭間の戦いから3年後、今川の領国遠江にて反乱が起こるぜ。氏真はこの反乱を約2年かけてなんとか鎮圧するが、鎮圧にもたつく氏真に対して信玄は自分の同盟者として大いに不満を持ったらしいぜ。この人は本当にいまいちな後取りだったのね。この頃から信玄は今川ではなく織田家との関係を重視するようになっていくぜ。義信にとっては奥さんの実家の仇にあたる織田家と仲良くすることに対して義信は不満を募らせていくぜ。そして信玄は織田家と同盟することを決意するぜ。これを知った義信は同盟を阻止すべくなんと、信玄の暗殺を企てるぜ。マジか。
父親相手にクーデターに及ぶとは。まあ、信玄も父親の信虎相手にクーデターを起こしてるんだけどな。そんなクーデター経験者であった信玄はあっさりと暗殺計画を察知、クーデターは失敗に終わるぜ。相手が悪かったか。この一件で重臣の一人信虎政が処刑、慶喜は幽閉され周りの鳥なしも虚しく自害してしまうぜ。自分の大事な跡取りを自害に追い込むなんて、信玄鬼ね。とにかくこのごたごたで武田家は大事な跡取りを失ってしまうぜ。信玄には他に正室との間に二人の息子がいたが、一人は幼生し、一人は視力に問題があったため仏門に入っているって状態だったぜ。ってことは、実質的な跡取り候補は勝頼しかいないわね。そうなのだぜ。こうして勝頼は元亀2年に信玄の後継者となるべく甲府に迎えられるぜ。さらにこの頃駿河侵攻を開始した信玄に帯同し、本格的に表舞台に登場するぜ。甲府に迎えられた勝頼は駿河平定戦などで活躍、家中で存在感を示していくぜ。ごたごたはあったものの、後継者問題はなんとかなりそうね。信玄は敵に囲まれながらも同盟や戦争と、ありとあらゆる手段を駆使し、都合8カ国にまたがる半島を獲得するぜ。さすが信玄。しかし拡大する武田に同盟関係にあった織田家も脅威を覚え始めるぜ。信玄も西で拡大する織田家に対して危機感を持っていたようだぜ。織田の領国の美濃と武田の領国の信濃は国境を接しているわけだしね。この頃の信長様は浅井朝倉、本願寺をはじめとする包囲網に手を焼いていたぜ。信玄はこの動きに呼応し浅井朝倉や本願寺と同盟、約2万5000の軍を率いて甲府を出陣するぜ。とうとう信長 VS 信玄の海戦ね。精神した武田軍は徳川織田連合軍を三方ヶ原の戦いであっさりフルボッコにしてしまうぜ。特に家康にとっては生涯忘れられないトラウマ級の敗北だったそうだぜ。後の天下人をトラウマになるほど追い込むなんて、さすが信玄&武田軍団ね。が、ここまで順調に進軍していた武田軍は突如として動きを止めてしまうぜ。一体なぜに、もともと体調不良を押して出陣していた信玄の容態が悪化してしまったのだぜ。自らの指揮を悟った信玄は勝頼をはじめ家中の者に遺言を残すぜ。その内容の中に自分の死は3年間伏せろというものがあるぜ。なるほど、自分というカリスマがいなくなったら他国に舐められるからね。残念ポイントその3はこの遺言だぜ。はぁ、あ、何言ってんの。これは信玄の親心じゃないの。いや、対外的にはいいかもしれないが、武田という組織にとってはどうかと思うぜ。だって、うちの勝頼まだいまいち頼りねえから、俺が行って政務取ってることにしとけ。とも取れるだろ。あ、なるほど。他にも信玄は、勝頼の息子の信勝が元服したら家督を譲る。勝頼はその間の陣代とする。と言い残しているぜ。陣代ってのは何なのよ。当主が幼い場合、軍務や政務を代行する存在のことだぜ。あれ？じゃあ勝頼の存在って、家臣たちからは、信勝が元服するまでの中継ぎと思われていたんだろうな。これは家中の統制が大変そうね。信玄はなんだってこんな遺言残したのかしら。それについては残念ポイントその4と合わせて話していくぜ。信玄の親心もあったんだろうが、武田家は名門意識の強い家でな。普代の家臣や一門衆の中にはすでに諏訪家を継いでいた勝頼が武田本家を継ぐことを良しとしない勢力があったのだぜ。さらにずっと高遠にいたもんだから、甲府にいる普代の家臣たちとはあまり親しくなる機会が少なかったことも影響していると思うぜ。ちょっと話がそれたが、残念ポイントその4はすでに諏訪家を継いでしまっていたことだな。現代で例えると、どっかの支店長が急に本社の社長になるような感じかしら。近いかもな。本社の社員からしたら、なんじゃそりゃ。って感じだろうからな。信玄としてはそんな状況から少しでも勝頼を楽にしてやりたいと考えた上での信勝への家督以上だったようなのだが、結果としては勝頼の求心力が微妙な感じになってしまうぜ。どうして素直に勝頼、あとはお前に全部任せたぞ。って言わなかったのかしら。それはもう今となっては信玄しかわからないぜ。この遺言は個人的には名将信玄最大の失敗と私は思っているぜ。とはいえ勝頼は力気に信玄の遺言を守り、3年間父信玄の死を伏せつつ内政に専念するぜ。しかし、武田の動向を注視していた信長、家康、謙信には半年も経たずにバレてしまうぜ。あれま？特に信長は信玄の死を確信した時、心底喜んだそうだぜ。これで武田は弱体化するだろうってな。勝頼は完全に舐められてるわね。しかし、後に信長はこの認識を改める羽目になるぜ。信玄の死を隠しつつ新当主に就任した勝頼だったが、その権力基盤は不安定だったぜ。有名な事例としては、重臣内藤正秀に宛てた起請文があるぜ。どんな内容だったの？その内容は、勝頼に対して奉公するとのことなので、丁寧に扱うことを約束する。絶対雑に扱わない。国や勝頼のことを思って意見してくれるのであればちゃんと聞く。それで処罰したりしない。ちょっと勝頼と仲悪い人でもこれから仲良くやっていこうとしてるなら無視したりしない。って感じだな。この内容から察するに、当主就任前から勝頼と仲悪いグループがいたってことね。ちなみに内藤の他、山形正景や馬場信春なんかともうまくいってなかったみたいだぜ。武田四天王の4分の3じゃないの。内政に専念してたってのもあったんだろうが、この信玄以来の重臣たちとの関係の改善と構築に時間を取られたのもあったのかもな。武田家はこの時期ほぼ軍事行動を停止しているぜ。もどかしい。一方信長と家康はこれを好機と見るや行動を起こすぜ。まず家康は駿府を攻撃、続いて遠江に攻め込んでくるぜ。家康は遠江と三河の国境にある長篠城を攻略するぜ。
でもって信長も武田が手を出してくれないと見るや、畿内の安定を図るため、将軍足利義昭を追放し、室町幕府を滅亡させるぜ。さらに浅井朝倉も立て続けに滅亡に追い込み、信長包囲網は崩壊するぜ。ここまではいいようにやられてるわね。そうだな。ここまではな。この織田徳川の攻勢に対して受け身に回っていた勝頼だがとうとう動き出すぜ。勝頼は岩村城を拠点に東美濃へ出陣するぜ。わずか一月で18もの城を攻略してしまうぜ。怒涛の快進撃ね。しかも勝頼が陥落させた諸城は信濃から岐阜への関門に当たる上、三河にも通じている絶好の地域だったのだぜ。これは信長と家康は焦ったでしょうね。さらに勝頼はとうとう身にも侵攻、父信玄が落とせなかった県城高天神城を陥落させるぜ。この一連の武田軍の攻勢で、勝頼のことを舐めていた信長は考えを改めさせられるぜ。この頃は仲の良かった上杉謙信に宛てて、信長はこんな内容の書状を送っているぜ。勝頼は若いながら信玄の掟を守り、道理を心得た油断ならない敵です。あなたが機内の守りをほっといてでも対処しなければ、武田の精鋭は防げないというのはもっともだと思います。と述べているぜ。勝頼って謙信からも信長からも高い評価を受けてたのね。この武田の東美濃侵攻を受けて、信長は勝頼を信玄と同等の脅威として認識するぜ。信長にとってはこの頃の武田は何としても滅ぼさなくてはならない勢力となったぜ。一連の東美濃諸城攻略で生き上がる勝頼と武田軍はさらなる軍事行動を展開。今度は三河へ向けて侵攻するぜ。勝頼の狙いは家康の本拠、岡崎城だぜ。勝頼は岡崎城に対して跳躍を仕掛けるが失敗、東三河へと転進するぜ。岡崎城は落とせなかったが、東三河の野田城、小野田城、吉田城を攻略するぜ。さらに二連騎城を陥落させるが、この間駆けつけてきた家康本体に吉田城を奪還されるぜ。家康もさすがにやるわね。勝頼は家康をおびき出そうとあの手この手と駆使するが、あんまりうまくいかなかったため、吉田城攻略は諦めて長篠城を包囲するぜ。一方で家康は徳川軍単独では武田軍には対処できないため、織田軍への援軍を要請するぜ。が、信長はなかなか援軍を出さなかったぜ。信長は一体何してんのよ。この頃信長は機内にて三好康長と交戦中だったぜ。援軍を出したくても出せない状況にあったのだぜ。このことを知っていた勝頼はここぞとばかりに長篠城に猛攻を仕掛けるぜ。しかし長篠城は落ちなかったぜ。徳川方はよく守ってたってことか。ちなみになかなか援軍を出さない信長に対して家康は、おいこら、いい加減援軍送ってこねえと武田と組んでてめえの領地に殴り込むぞ。って感じで切れてみせたらしいぜ。信長相手によく切れてみせたわね。実は家康ってまあまあ切れやすいんだぜ。泣くまで待とうとは程遠いぜ。話を戻すぜ。勝頼が長篠城攻略に手こずっている間に信長は三好軍を撃破するぜ。これで信長は援軍を派遣できる体制が整ったわね。ぶち切れた家康をなだめるためかはわからないが、信長は大急ぎで岐阜から出陣、三河岡崎にて家康と合流は果たすぜ。こうして織田徳川連合軍総勢約3万は設楽原に布陣、長篠城を包囲する武田軍の様子を伺うぜ。とうとう始まるのね。武田勝頼と織田徳川連合軍による決戦、長篠の戦いの開幕だぜ。でもこの戦いって武田軍が一方的に鉄砲でボコられて終わったんでしょ。さあそれはどうかな。これは長篠の戦いの様子を描いた合戦図屏風だぜ。やっぱり鉄砲でボコられてるじゃないの。ちょっとわかりにくいがそう描かれているな。が、この屏風の下絵が最近発見されてな。そこにはこの屏風とは違う合戦の様子が描かれているぜ。一体何が描かれていたの？その下絵に書かれていたのは、柵に手をかけ、あるいは押し倒し、織田徳川連合軍を追い詰めていく武田軍の姿なのだぜ。なんですと？ここだけ話してもわからないので順を追って話していくぜ。織田徳川連合軍の接近を知った勝頼は重臣たちと対応を協議するぜ。軍議では決戦を主張する勝頼側近派と決戦を回避し、撤退を主張する不代重臣派とで意見が分かれてしまうぜ。決戦を前に意見が分かれちまうとは。勝頼は決戦志向を持っていたため、側近派の意見を採用、織田徳川連合軍が待ち受ける設楽原へ向かうぜ。一方の織田徳川連合軍は馬防柵を構え、三千丁とも言われる鉄砲衆とこれを援護する弓衆を柵の中に配備、武田軍を待ち構えるぜ。この辺までの展開は有名よね。信長は徳川軍に別動隊を編成させ、長篠城を包囲する付城軍を攻撃、これらの奪取に成功するぜ。やばいわね。これで後ろを塞がれてしまった形になるわね。ああ、これで勝頼は前に立ち塞がる織田徳川連合軍を撃破するしかなくなってしまったのだぜ。日の出とともに設楽原で、武田軍1万2000対織田徳川連合軍3万の合戦が始まるぜ。2倍以上の兵力差があるにもかかわらず、武田軍は場所によっては柵を突き崩し、敵陣深くまで攻め込むこともあったそうだぜ。織田徳川連合軍が一方的に武田軍をボコったわけじゃなかったのね。信玄が作り上げた戦国最強武田軍団を舐めるんじゃないぜ。この時代の軍隊の中では武田軍の強さは突出していたのだぜ。これは幕末の英雄、勝海舟が当時の西洋の最新の兵学書を読んだ時の言葉だぜ。なんだこりゃ、武田のと一緒じゃねえか。ってな。つまり武田軍の両方は幕末の世でも通用する代物だったということね。そういうことだぜ。とはいえ、
いくら盛況な武田軍でも織田徳川連合軍の圧倒的物量の前に徐々に兵力を削られていくぜ。開戦から約6時間経過した時点で、とうとう勝頼は退却を決断するぜ。武田軍が退却を始めると、ここぞとばかりに織田徳川連合軍は激しい追撃を仕掛けるぜ。これはいかんぞ。武田軍の諸将は勝頼を逃がすため敵を引き受け次々と戦死していくぜ。特に武田四天王の一人、馬場信春の新座り戦ぶりは鬼見野の異名にふさわしい凄まじさで、織田徳川連合軍を震え上がらせたそうだぜ。まあ、武田諸将の決死の戦いで、勝頼はなんとか撤退に成功したのだが、この合戦で武田方は兵1万と共に、山形正景、内藤正秀、馬場信春らをはじめ多くの重臣を失うぜ。量的にも質的にも大損害を被った形だな。特に勝頼と共に時代の武田家を担うはずだった、真田の仏名正輝兄弟、春日正純ら、若手の重臣層も失ってしまったのは大きな痛手だぜ。連戦連勝からの大敗北。勝頼は立ち直れるのかしら。一方の織田徳川連合軍は、この勢いに乗って武田の領国まで侵攻するってプランもあったようだが、反撃を恐れていたのと連戦で疲れた兵を休ませるため織田軍は一旦岐阜へ戻るぜ。徳川軍の方は三河の領土を取り戻すべく長篠に留まるぜ。勝頼は命拾いしたわけね。停滞敗北を喫した勝頼だったが、すぐさま武田軍の立て直しに取り掛かるぜ。指揮官クラスがたくさん戦死、兵も1万も失ってここからどうやって立て直したのかしら。失った兵たちは、町人になっていたものや失家していたものを減属させ取り立て補填するぜ。勝頼はなんと長篠の敗戦から約2ヶ月で、2万とも言われる新たな軍勢の編成をやってのけるぜ。後に武田領に攻め込んできた家康も、このことについては驚いていたようだぜ。勝頼すげえわね。指揮官クラスも戦死した重臣たちの意地を投用、なんとか再編成にこぎつけるぜ。とはいえ急ごしらえの軍勢であったのは否めず、軍隊としての質は以前より低下してしまったのは間違いないぜ。そこまあ、しょうがねえか。勝頼はこの後約7年にわたって北条織田徳川と渡り合い、領国を守るどころか信玄の代よりも拡大させ、信玄時代を超える、武田最大の半島を築いていくぜ。なるほどね。ダメ跡取りどころか、かなり有能じゃないの。さらに勝頼は代々武田家の居城であったツツジヶ崎館から新たな居城、新府城を築城し本拠地の移転を敢行するぜ。長篠での敗戦の経験を生かし、大鉄砲戦にも対応した強力な城だったそうだぜ。ここまで聞いてる限り、まだまだ武田家は安泰そうね。しかし、武田家の滅亡は内部から始まっていくぜ。マジか。ここまでうまくいってる感じなのに。発端は武田親族衆の重要人物、木曽義政の裏切りだぜ。彼の所領は美濃から織田の侵攻を防ぐ重要な位置にあったのだぜ。やばいわね。織田が攻め込んでくるわよ。勝頼は即座に討伐軍を派遣するが、山岳戦を得意とする木曽軍相手に苦戦を強いられるぜ。木曽義政の討伐に手こずっていると今度は一門衆の重鎮、穴山信君が徳川と内通、寝返ってしまうぜ。駿河からの徳川の守りを担っていた穴山信君の裏切りで、大徳川戦線にも穴が開いてしまうぜ。これは非常にまずいわね。この事態に武田家中は大混乱に陥るぜ。続々と離反者が相次ぎ勝頼は新府城へ撤退するぜ。けど撤退開始時に約8000人いた軍勢は、新府城に到着した時には1000人足らずに激減してしまうぜ。でも新府城は強力な城なんだし、籠城すればまだ望みはあるんじゃないかしら。確かに新府城は武田築城術の末を集めた強力な城だぜ。完成していれば、の話だがな。まさかの未完成。ああ、居住スペースはなんとか完成していたらしいが、城を守るための城門、兵舎、櫓、堀なんかの防御施設は未完成だったようだぜ。こんな状態でまともに籠城戦なんてできるわけないぜ。追い詰められた勝頼は新府城にて軍議を開くぜ。これが勝頼にとって最後の軍議になってしまうんだが、この軍議で勝頼の嫡男信雄は、もうこうなったら新府城を枕に潔く戦って討ち死にしましょう、と主張するぜ。しかし、師匠真田正幸は、神津家逃げましょう。岩櫃城なら十分に籠城に耐えられます。と主張するぜ。普代衆の山田信重は、いや、海から出るべきではありません。岩戸の城に落ち延びましょう、と主張するぜ。勝頼は一体どれを選択したのかしら。勝頼は普代衆の山田信重の意見を採用、岩戸の城へ向かうことにするぜ。新府城は焼き払われ、小山田信重は勝頼を迎える準備のため先行して岩戸の城へ向かったぜ。追い詰められた時に信用できるのは昔からの家臣よね。しかし、この選択は完全に裏目に出てしまうぜ。先行して勝頼を迎える手はずだった小山田信重が、なんと織田方に寝返ってしまうぜ。マジかい。さすがにもうダメか。この時には勝頼に従う者も50人程度になっていたそうだぜ。行き場のなくなった勝頼は、織田方の滝川一益の軍勢に徳佐山の麓の田野という場所に追い詰められていくぜ。勝頼の最後については諸説ありはっきりとはしないが、この田野の地で戦った後自害したとも討ち取られたとも言うぜ。享年37歳と伝わっているぜ。こうして勝頼の死とともに、鎌倉以来の開元寺の名門、武田家はついに滅亡してしまうのだぜ。以上、これが武田勝頼の生涯だぜ。長篠の大敗北から武田家をなんとか立て直したっていうのに、最後は裏切りの連鎖で滅亡なんて切ないわね。ちなみにだが、当時織田家にとって最大の懸案事項だった武田家を滅亡に追い込み、浮かれまくっていた信長様は、この約2ヶ月半後、丸裸同然の防備で本能寺に宿泊、明智光秀にあっさりと討ち取られてしまうぜ。
いろんな意味で勝頼の死と武田家の滅亡は戦国の世を動かした出来事だったのね。そうだな。最後にここまで解説した勝頼の残念ポイントをまとめておくぜ。こんな状態で求心力を維持しろってのはかなり大変なことよね。勝頼としては求心力を維持するためには戦に勝ちまくるしかなかったのかもな。長篠の戦いの前までは勝ちまくってたのにね。もし勝頼が高遠ではなく甲府の地で、信玄のそばで普代の家臣たちと関係を構築しながら育っていたら、と思うと残念でならないぜ。まあ、それで未来が変わってたかどうかまでは私にはわからないけどな。そう考えると本当に切ないわね。ってことで、今回はこの辺でそろそろ締めるかな。そうしましょうか。さて皆さん、今回の武将はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは皆さん、またね。